皆さんこんにちは、ビアンカクリニックの前田陽子です。皆さんは牛乳って体にいいイメージありませんか？私も子どもの頃は背を高くしたり骨を丈夫にするために毎日牛乳を飲んでいた記憶がありますが、実は牛乳を飲むと骨が強くなったりするというのはちょっと違うかもしれないということが最近分かってきています。骨の健康と牛乳の関連性を研究した研究というのはとてもたくさんあるんですけれども、一つすごく大きな研究で1980年にアメリカで行われた34歳から59歳の7万7000人以上を対象とした研究があります。この研究では牛乳を飲んだ量とその方々がどのぐらい骨折をしているかという割合を12年間にわたって調査した研究です。結果は残念ながら牛乳や乳製品をたくさん摂っても骨折を予防する効果というものは見られませんでした。むしろ乳製品をたくさん摂る方の方が骨折の確率が高いという少し悲しい結果が出ています。この骨折が増えた理由としてはいろいろな原因があると思うんですけれども、一つにはカルシウムとマグネシウムのバランスの差があると考えられています。骨には両方必要なんですけれども、牛乳の中にはカルシウムはたくさん含まれているんですが、マグネシウムがすごく低くて、このカルシウムマグネシウムバランスの悪さが骨の不健康につながっているというふうに考えられています。ですので骨を強くしたいという方はむしろこのバランスがいい小魚や海産物とかですね、そういったものを召し上がっていただく方が骨を強くする効果が高まるのではないかというふうに考えられています。この他にも例えば牛乳に含まれるカゼインという乳タンパクがお腹を刺激することによって腸内環境が悪くなってしまったり、もっとひどい方だとお腹を下してしまう方もよくいらっしゃいます。乳製品は健康になるために飲むものというよりは特別の時に美味しく召し上がっていただくものというふうに考えられてきています。私の場合は毎日飲むコーヒーに乳製品を入れたい時はアーモンドミルクやココナッツミルクなど植物性の乳製品の代替品を使うようにしています。まとめとしては骨を強く健康にしたい方は小魚やちょっと苦味のあるお野菜のようなものをたくさん摂っていただいて、あとはサプリメントでですねビタミン D を摂るというのも非常に骨にいいと思いますし、ミルクを毎日の生活で摂りたい方はアーモンドミルクやライスミルクなどの食物性の乳製品の代替品を摂っていただくといいと思います。アンチエイジングにご興味がある方はぜひカウンセリングにお越しください。